はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパタルです。というわけで、サボテンがオンライン上に出現している期間限定の公開セッション不要での無限ソロ RP 稼ぎというわけで、まずストーリーの進行度で、ストーリーフライト訓練場を解除する必要があります。ミッションで見つかった男というところまでクリアする必要があり、まあ、大体 16% ぐらいだったかなと。で、ミッションっていうのは、どんどん自爆していけば、スキップしてクリアすることができます。では、ここまでね、行ったら、セーブかけといてください。携帯からクイックセーブみたいなやつですね。オンラインキャラは直近で、外の出現位置で最後の位置にしておくといいです。で、このフライト訓練所始めたら、このスカイダイビングまで解除しておく必要があります。で、一番上のミッションを開始します。では、これ前回ね、コスチュームグリッチやってた手順とね、ほぼ一緒となります。ただ、スカイダイビングは後から使うということになるので、まず、開始321とね、したら、今度はオプションから照準モードで自分のね、照準を自由照準アシスト、もしくは自由照準にしてください。で、この状態から PS ボタンで、例えば、パパテラフレンドコミュニティなどを使って、自分と違う照準の人を探し当てます。ただいまプレイ中から、まあ5分ぐらいね、プレイしてるような人に、まずセッション参加っていうのを押してみてください。で、読み込みが入ります。警告画面が出て、その後にもう一度 PS ボタン素早く2回押して同じ人に参加で注意画面が出たら×これいつまでも警告の場合はダメなので必ず注意画面が出る人をね利用してください。では PS ボタン素早く2回押して照準違う人に参加、警告を回る、注意を×、三角を押して体が外に出た瞬間に PS ボタン素早く2回押して同じ照準の人に参加、警告回る、注意画面を待機してください。で、裏でブシューっていう音がしたら OK なので、このブシューって音が鳴ってから PS ボタンを押して回る。PS ボタンを押して回る。で、念のためもう一回 PS ボタンを押して回る。そしたら今度はね、バツを押した瞬間オプションパッと押してください。バツ、オプションって感じです。そうするとこのようにね、フランクリンの顔が見えている状態で、フライト訓練所の入り口の状態になった状態から、オプションから招待限定セッションに参加をしてください。その時に、フライト訓練所のメニューが一瞬出たりします。で、次にね、フライト訓練所のメニューが出た時に、ちゃんとしっかりと操作しなくちゃならないので、このまま何も押さずに待機してください。余計なボタンを押さないようにしてください。また、こっからね、注意点がいくつかあるので、それも説明するので、操作間違えないようにしてください。では次、フライト訓練所のメニューがこれから出てきます。出てきたら、今度は、このパラシュートのやつですね。それを選択する必要があるので、前もって解除しておきましょうと言った通り必要となります。だいたいこのあたりで、スカイダイビング。ここにカーソル合わせてください。で、オンラインのキャラクターが完全に見えたら、ここで丸を押します。オンラインのキャラクターが完全に、いつものプレイの画面出たら丸ってしてください。そうすると、オンライン上なのに、フライト訓練上のね、このストーリーのミッションが始まる状態。で、これ案内が出ている状態ですよね。フライト訓練上を始めるときに必ず案内こうやってやるんですよって出てますね。で、これが終わるといよいよね、まあ、カーゴボブかなんかからとかヘリからとかね、ジャンプするような感じになるんですけど、その時にね、左上に四角のボタンを押してくださいと出ます。なので、ここで左上に文字が出たら、四角のボタンを押してください。で、ジャンプします。そしたらすぐに、オプション、オンライン、で、ジョブプレイ、ロックスターゲーム作成、ミッション、タイタンジョブを丸々っと開始してください。そうすると、どちらかが先になりますね。多分、フェイルって書いてあるので、失敗って出てるのが文字が先になるかなと思うので、まあ、丸を押してください。で、次にロビーに行くかなと思うんですけど、ここでロビー表示されたりされなかったりするので、ここはどうすればいいかというと、ここロビーが見えている状態なんだけど、見えてないみたいな状態なので、これ×丸でジョブのロビーを閉じることができます。ずっとオンライン上にこのフライト訓練上の、ミッションを持ち込むという方法を使います。で、これで×丸で解きます。そうすると、タイタンジョブとかを開始したことになろう、なったっていう感じなので、普通にね、この空港のところに出現するんですね。で、こうなったら、ここから注意点ですね。四角のボタンがジャンプの人とかは、ジャンプのボタンを押さないようにしてください。とにかく四角を押さないということです。で、ここからオプションで、オンライン上のサボテンがある場所に移動したいんですが、
これもジョブ解消資格とかでおっしゃるとややこしくなりますので、ごちゃごちゃになりますので、ここのジョブですね、例えば飛行機のね、デダラスとかいうやつですね、これ何かというとオンラインのジョブのロックスター認定のレースのデダラスというのが飛行機のジョブありますので、これをね普通に開始してみてください。まあ、これは普通にジョブワープみたいな感じで、飛行機をね選択画面または車の選択画面まで行くという風にして、ワープをするっていう方法になります。でプレイをしてください。一人でねプレイをしてください。で次に飛行機を選択、ヘリを選択する画面まで必ず行ってください。これ行かないとねワープできません。でこの画面行ったらバツ丸でワープ、これでまあロスサントスカスタム近くのサボテンの近くに出現できるかなと。まあ、自分でわざわざねジョブを作る必要はありません。同じようにこういったロックスターゲーム作成や認定のジョブで、まあすぐ比較的開けるかなっていうものがオンライン上のサボテンの近くであればどこでも利用ができます。で例えばここにねサボテンがあるんですけど、絶対資格ね、間違って押さないようにしてください。余計なところでねこれから押していきますので、で左上に文字サボテンという文字が出ている状態にします。でここで初めて資格を押した瞬間右十字キー連打をします。そうするとこのフライト訓練場のミッションでピョーンとジャンプした状態になりながらサボテンを食べている。で失敗します。でこれ失敗となったら丸を押してください。で次にオプションを押してオンラインのさっきのロックスターゲーム認定の先は飛行機のレースですね、これを普通に開くようにしてください。タイミング悪いとこのようにねなかなか開けなかったりするんですが、ちゃんと時間経っても普通にジョブ開けますので、ここで落ち着いてオプション、それからロックスターゲーム認定のジョブでデダラスというさっきの飛行機のやつですね、まあどこに出現したいかということでこのねジョブを使ってるということなので、まあ他のジョブでも利用はできます。自分でここのサボテンやりやすいなとか、ロックスターゲーム作成の、ジョブとかね、認定のジョブが近くにあればどこでも大丈夫です。で、設定完了で、飛行機や車の選択画面まで行かせます。必ずこのロビーだけじゃなくて、設定完了までをして、飛行機の選択画面まで行くようにしてください。まあ、プレイをしてね、ここで飛行機、車出てきます。で、こっからね、ガンガン繰り返していきますね。で、これ×丸。必ず飛行機、車が見える状態で×丸で退出。それでワープをすることができます。ではね、ここで、また出現したら、同じ場所にサボテンがまだある状態、要は取ってなかったみたいな状態になってて、ちゃんと RP 入ってます。一応ね、上の方のね、RP の数字確認しておいてください。では、繰り返していきます。四角押した瞬間に右十字キー連打でサボテンを食べます。で、この後フェイルってなります。で、失敗になったら、ここでリトライの丸を押します。丸を押したら、オプション。で、さっきワープしたい場所ですね。オンライン。ジョブプレイ。ロックスター認定。で、レース。で、ダラスという、まあ、この一番近いね、飛行機のジョブ行きます。これ必ずレースとかで、車両を選ぶやつのジョブを使う必要があります。ないとワープができません。ではロビーまで行って設定完了でプレイで車両を選択、この車両の選択画面まで行ったらバツ丸でこのジョブを退出してワープをします。では戻ってきたらまた繰り返しです。まあ、高ランクになればなるほど、RP が結構 5000RP ってでかいんですけど、なかなかね、上がってるように見えないんですけど、この一番上の数字ね、一応見といてください。で、メモリもね、真ん中ぐらいだった状態ですけど、こっから2、3回繰り返していって、どんどん増えてるのを見せます。では繰り返して、四角をした瞬間、右十字キー連打。サボテンを食べた瞬間に、フェイルという失敗になります。で、丸を押して、リトライ。次にオプションからオンラインジョブでロックスター認定レースでダラスという、まあここを使う場合はこのジョブを使います。でジョブのロビーまで行きます。ロビーまで行ったらここで設定完了。
で一人でプレイ。車両の選択画面まで行き、選択画面まで行ったら×丸で退出をしてください。まあ、オンラインの、ね、キャラクターでどうしてもね、四角ボタンって、スタンダードの設定だと多分ジャンプボタンで思わぬところでね押しちゃう時あると思うんですよね。まあ、もしそうなった時は普通に、まあ、ミッションみたいにねパラシュートのジョブがポーンと飛んだ状態に裏でなっちゃうんですけど、そしたら、焦ったとかなと思ったらそこでオプションからオンラインのジョブ、タイタンジョブや、まあ、今やっていた、レースのジョブとかを同じようにやれば元に戻れます。四角を押して右十字キー連打で、次に失敗となったので丸、次にオプションからオンラインジョブ、ジョブプレイ、ロックスターゲーム認定、レースデダラス、ロビーまで行って設定完了、一人でプレイ。で、車両の選択画面まで行ったら今度は×丸で戻ってきます。まあ、この繰り返しです。やめるときは必ず、スタイル変更などをしたり、無料のエレジー、RH8 などを買うようにして、セーブアイコン確実に、ね、出すようにしてください。またこのバグった状態結構継続されてしまう可能性ありますので、完全にリセットしたい場合はアプリを閉じるなどしてください。必ずセーブをかける、それからアプリを閉じるっていう感じですね。で、この後ですね、間違って自分でね思ってなかったところで、四角ボタンを押しちゃった場合です。例えばね、思わぬ癖でここでジャンプで四角を押しちゃいましたと、あーって思いますよね。そしたらどうすればいいかというと、この後ね失敗と出ちゃいますので、じゃあどうすればいいか、普通にリトライを丸押します。で、さっきと同じことをやればいいだけです。例えばここでオンラインジョブ、ロックスター認定のデダラスというのであればさっきの場所に出現できるし、まあ普通にね、あ、やばい前とか言ってね間に合わないなとか思ったら、ジョブからロックスターゲル作成、ミッションタイタンジョブでもいいです。で、同じようにロビーをバツ丸で戻ってくると空港に戻れるということで、まあずっとねこのメニューがね依存してるような状態になりますので、これをうまく利用してサボテンを食べた瞬間にジョブに自分で入って失敗させて戻ってくるみたいな繰り返しとなってますので、よかったら参考にやってみてください。まあ、普通にね76箇所サボテン集めれば結構稼げるんで、これやんなくてもいいかもしれないんですけど、完全ソロでできるので参考にしてみてください。Smoke weed every day.